じゃあタイトルコールから。タイトルコール、一斉ので、映画映画あ、もう一回聞き直しましょう。じゃあ、はい、3、2、1、はい、映画スクロール。映画、おはいらない、おはあ、ごめんなさい、せーので、映画スクロール。まだタイトルコールが決まらない。すいません、2回目の放送でございます。来週も決めときましょうね。まだなんかなかなかタイトルコールがみんな揃わない感じで、まあまあ、初々しくこうやってやらせていただいてもらって、初心者は丸出しみたいな。温かく見守って、映画作ろうは衣笠龍斗くんの映画制作の教科書の課外授業、そして、永峰秀樹さんのシネマトークパラダイスで、はい、片岡玲子の今週の映画占いで構成された盛りだくさんの番組です。はい、はい、じゃあまた、楽しんでくださいませ。最後にまたお会いしましょう。ではまた。はい、シネマトークパラダイス第2回ということでですね、本日もですね、私が話しゃべりをさせていただきます映画コメンテーターの永峰秀樹です。よろしくお願いします。今月はですね、このOnce Upon a Time in Hollywood、この映画撮影ハリウッドのですね、非常に黄金の歴史を築いた、その時代を描いた作品、これについてお話をですね、今月は4週に続けてさせていただきます。で、前回ですね、お話をした時にですね、なんか視聴者の方からですね、吸血鬼ってどんな映画なのっていうね、そういう投書がありましたので、ちょっとこのお話をさせていただきたいと思います。このシャロン・テイトさん、マーゴット・ロビーが演じてますね、シャロン・テイトさんがですね、日本で非常に注目された映画がこの吸血鬼なんですね。で、夫のこのロマン・ポランスキー監督ともですね、初めて出会ったのがこの吸血鬼、イギリス映画、アメリカとのこの合作ということで MGM なんですよね。はい、でですね、この映画のですね、最初の場面、これでお客さんの心をですね、グッと掴むわけなんですね。皆さんご存知ですよね、 MGM といえばライオン、レオ君がガーッと吠えますよね。ベンハーも風と共に去りぬもですね、このライオンのマークから入りますよね。この吸血鬼はですね、ライオンが喋ったらですね、なんとこのドラキュラのアニメーションに変わるんですよ。で、牙がね、ギュッと出て、そこから血がポタポタっと落ちて、それがですね、月 のデザインのようなところにタイトルが入って、クリストファー・コメダというジャズ の真珠と言われている、ジャズ界の真珠と言われている作曲家のこの音楽、これに乗ってですね、延々とこのロールタイトルが続くわけなんです。で、最後はですね、それがですね、月がですね、バーッと後ろに行きましたらですね、こうコウモリがパタパタッとこう飛び立って、そしてそこにですね、一台のソリが行くわけです。そのソリに乗ってるのがポランスキー監督自身、この吸血鬼退治にこの出かけた教授の助手役なんですね、アルフレードという役なんです。で、このですね、教授を演じている俳優はですね、ジャック・マッゴーランという俳優さんなんですね。知る人ぞ知る俳優さんなんですね。アメリカでは大スターで、コメディアンであるわけなんですが、ポランスキー監督の映画では、袋小路という映画でも共演、出演しております。また最も有名なのはですね、後にですね、ウィリアム・フリードキン監督がメガホンを取りましたオカルト映画エクソシストでですね、酔いどれ映画監督の役、バーク・デニングスという役をですね、演じました。もうこの監督さんの役を演じたことによって、このジャック・マッコーランかわいそうなんですよ。この撮影の1週間後に心臓発作で亡くなっちゃうんですね。それが宣伝に使われましてね、この悪魔のたたりだとか言われてですね、彼非常にかわいそうな用いり方をした俳優さんであるわけなんです。で、このデコボココンビがですね、いよいよこのドラキュラ城に向けてですね、この吸血鬼隊に向かうわけなんですけども、そこで出会ったこのドラキュラ、まあ、これクロロック伯爵という名前になっているわけなんですが、まあ、赤いマントを着た、まさにこうドラキュラのスタイルで出てきます。で、この息子がですね、ハーバードという息子が出てくるんですけども、このハーバードがですね、この助手のポランスキーがお気に入りなんですね。でね、自分のものにしたいということで牙を立てて追っかけ回すんですよ、この助手を。で、その後にこの教授がですね、このクロレック博士に聞きます。いや、もう男性の吸血鬼がですね、この女の吸血鬼を、まあ、女の人 の首に牙を立てるというのは、まあ、これは定説なんだけど、男が男をさ追っかけるって、こんなの聞いたことがない、なんでなんだって聞くと、この伯爵が言うわけですね。
私の息子は実はホモなんだっていうね、非常に面白いブラックユーモアなんですね。でまたこの映画の中にはですね、十字架の効かない吸血鬼出てくるんですよ。なんでかと言いますと、この吸血鬼実はユダヤ人だったんですよ。あのユダヤ教なんです。だからキリスト教とは反面なんですね。だから十字架が効かない。だから例えば浄土真宗をあの信仰している人が吸血鬼になっても十字架は効かないんですよね。まあ、そういったブラックユーモアを兼ねた非常にお笑い の, このコメディタッチな、しかもこの怪奇にあふれた映画がこの吸血鬼、しかもこのヒロインであるシャロン・テイトさん、むちゃくちゃ美しいです。あの今でもですね、あの広いツタヤでありましたらこの映画のですね、あの DVD を借りることができますので、これぜひご覧になっていただきたいというふうに思います。でこの公開はですね、あの昭和44年、もうなんとこのシャロンさんの事件の翌月の9月にですね、日本は慌てて公開ということをしました。であのこのですね前に、あのポランスキー監督 の, あの映画ローズマリーの赤ちゃんが同じ年に公開されてるんです。実際はですね、このイギリスでこのシャロンさんとですね、この吸血鬼を取って、このローズマリーの赤ちゃんをハリウッドで撮るというのが順番なんですけども、この吸血鬼はですね、後の方になってしまいました。まあ、そういった意味でですね、あのシャロンさんの映画ってあの何本かあるんですけども、特にこの吸血鬼、大変美しいあの映画であります。はい、まあ、そういった形でですね、今日、ワンサポンアタイムハリウッドを通じたお話、第2回をさせていただきました。来週もですね、まあ、懲りずにですね、この映画の、ワンサポンアタイムハリウッドの世界をですね、皆さんにですね、お話ししたいと思います。本日はありがとうございました。レイカの今週の映画占いです。私がこれから選ぶ3枚の中から好きなカードを直感で選んでください。いきます。 A B C です。おお、ナルミですか。はい、いいですか。じゃあ私の A で、 A で、はい、私は C で、 C で、はい、では開いていきます。ナルミさんが選んだ A です。先週と同じカードが出ましたね。今週はちょっとお金のやりくりで悩みそう。ありますね、うん、はい、でも悩んだからこそ一歩前進。何か欲しいものがあるのかな。ありますね、たくさんありますよ、うん、はい、何か1個買っちゃうかもしれないですね、はい、よく考えてお買い物をしましょう、はい、B の方、ペンタクルスの10です。これは、願望実現、とても幸せな家族のカードです。家族ファミリーの映画とかそういうものに月があります、ね、そういう企画をされればどうでしょうか、うん、では C を選んだ根本さん、正義のカードが出ました。結構これは決断する時という強い女性の意思を表します、うん、裏表一緒の両刃ナイフどっちでも切れる。あの正義のカードです。だからあなたが決断したことは間違っていないというカードです。自信を持って進みましょう。はい、はい、今週の絵柄内でした。やってまいりました、キヌガサ君の映画制作の教科書の課外授業のコーナーでございます。はい、ちょっとセクシーに行ってみたんですけど意味はなかったですね。申し訳ない。すいません、先週見てた方は分かると思います。申し訳ないです。こんなことばっかり考えてるのが、まあこんなこと考えてるから映画作ろうと思ってるんですけどね。はい、すいません。課外授業だな、あの映画ですね。そうそうそう、あの映画では私たちの青春期、ね、まあ、あのせいっていうと、あの立身弁のせいですね。小学校5年生か6年生後にテレビ放送を見ていろんなことに目覚めていくという、あの映画成人向きじゃなかったですから ね。何の話なんですか。ちゃんと自分の話をしてくださいよ。もういつも永見さんとお話してると、こうやってもあの昔の映画の話だって盛り上がっちゃって、一晩飲み明かし、今度行きましょう。飲みに行きましょう、こういう話は。はい、すみません。これは一応授業の定裁を取っております。はい。はい、この、先週もやったんですけども、はい、先週引き続きまた有野さんも、はい、来ていただいております。で、先週やったんですけど、まあ、先週は全体で大体映画作らないとどんなことかなってやったんで、うん、今週はちょっとね、ちょっと中のページからいきます。はい。実は、ページ8、頭の方から、テイク1って
テイク1の左側ですね、はい、あの本持ってる方は今ので分かりますか、まあまあ持ってない方はまあちょっと聞いててくださいませ、はい、あのそのプラスマンの右下のところにあの、まあ映画作るって言ってもじゃあ映画作る いつか映画作りたいなと思ってもでも私話が作れないしとかね何を作っていいのかをずっと思い浮かばしてあそれは私も同じことだよもうこの30年間同じこと悩んでますからただ30年もやってるとねそれをどうやってかわすかっていうどうやって作っていくかっていうのはある程度のセオリーはできたりするものでございましてあの全然あなたが才能がないという話は全然ないですあの才能があるかパッパと出てくるのでそんな大嘘は全くない宮崎駿だって永遠死ぬほど悩んであの映画作ってるわけですからね、はい、そうですよね、うん、であのまあまああの左側にあの何書いてあるかというと、まあ、企画書書こうよというかどんな映画作りたいのかいっぺんメモをまとめるとか、はい、人に見せれるパラッと説明できるものをまとめようよって書いてあるけどただあの実はこれ書いたんですけどね実はこの奥にはねあの書いてないことがいっぱいあってそれは右下のモアのコーナーでちょっと書いてプラスモアのコーナーでちょっと書いてあるんだけどあのね映画ってねオリジナルないっすよさっき言ったの話ですよね あなた例えば映画作ろうと思っていやでも何の映画作ってるのか全然わからないしっていうのは普通のことです、うん、それは才能がないってことは全然関係ありません、はい、でみんなそうですで どんな巨匠もどんな天才もあのまあまあこの映画のキューブリックさんとかねだからあの先ほどのあのあのシャロンストーンの旦那さんハワードねハワードああ、うん、とシャロンストーンの旦那さんああもう何でも覚えてないあもうそこまでちょっと頭に浮かれて、ね、顔までうっと番組やる資格ないみたいなこといやいや全然大丈夫そんなもんでもないあの、はい、あのだからどんな巨匠でもねあの天才だから作れるわけはないんですよね、うん、本当にあの天才っていうのはそういうことではないんですで実は映画作る時もあのオリジナルをみんな作らなきゃいけないあの例えば、なんだ今で言うな、パチっちゃいけないってあれなんていうんですかねあのなんか、うん、あのオリジナルを作らなきゃいけないっていう呪いみたいなのがあってみんなそうでそれはねよく見ててくださいそういうことをあのレビューとかで書く人はこれはどっかで見たぞって書く人で大概見始めの人ですあのだいぶねもう分かってきてものすごく評論とかされるようになってくると、はい、それが当たり前っていう世界にもう必ずその映画の元ネタはどっかであるわけです、はい、でなんでそんなことが起こるとっていうとまあこれはあの最近の理論というかここ10年20の、 あの映画 の、 あのお話作りの理論とかが出てきまして大体お話が、80年代に初めにこの研究が出始めとか、ロシアの研究家の人が40か30ぐらいお話をしてそんなもんしかないよっていうのをだから研究し始めてでその研究はどんどん進んできて今ではもう10ぐらいしかないんじゃないかというパターンで実はあのこれなんでこんなことが起こるかというと人間がねなんで物語が何かというと人間が何か理解するのは物語として理解するとでそれを私たちはあの抱えたものを見てあすごいなと思うんだけどそもそも人間がこの世界を理解する方法がそういう形で理解しているのでそういう形になってしまうというねあのこの辺の話は難しいこの辺の話は AI の話とかねあの人工知能の話とかとも絡んできて春さんの話になったりするんですけど、うん、まあまあそんなことですだからあのオリジナリティっていうのはちょっと横を置きましょうで、はい、これはどういう仕組みかというのはまた今後説明していきます、はいそれでと、今日やんなきゃいけないのは、そうですね、例えばね、はい、カリウスの書って皆さんからのあるじゃないですかルパン三世カリウスの書、はいはい、うちの子供たちも大好きで3歳ぐらいに見せてかも、うん、アニメあんなに面白いことだと全部思ってるから、うん、ルパン三世見たいって言うけど見てはなんかああとか言ってね41年前の映画ですけどね今見てもやっぱ面白いですよ、うん、であれねでもあれオリジナルかつとそうじゃないじゃないですかえあれがね、うん、完全にオリジナルだけの世界観って宮坂はそうじゃないじゃないですか、うんそうですね、あの人、うん、あのもう分かってあるいろんな影響を受けてるじゃないですかそうです、ねでこのシーンどっかで見たことあるし続出するわけじゃないですか、うんねね、で例えばあのヒロインのキャラクターねあのクラリス姫 ね、 ねあれあのローマ
の休日のアフロちょっとかなり重なるんですよ、ね、でファッションも全部衣装もそうだし、はいはい、であのキャラクターもそうだし、はいはい、あの芯が強いんだけど表面たおやかな女性で何にも知らなくて、うん、わこの子どうしようって中年の男が思う構造も同じ、うん、でもちろんあれがあってで そうするとね、あの宮崎さんがあのローマの休日見てなかったら絶対あの発想に気づいてないわけです、うんうんうんはい、あのアン王女がを盗むルパンの話作ろうと思ったとこから話が始まっていくわけですよ、ね、そうするとそこを失いていいじゃんちゃんとあの引き継ぎがある、はい、影響があるでそれあのだから、その引き継ぎをあの恐れちゃいけません、うん、でしかもこの ローマの決戦も実はある映画のパロディでしてあのその前にあのある世の出来事というのはい、もちろんあの映画史詳しい人は分かってるんですクラークゲームのねそうそうそうクラークゲームがデビューしたやつでそれもあの全くローマの決戦と似たような話なんですけれども、うん、さあ恐ろしいことにこのクラークゲームが出てくるそのある世の出来事、男爵があのそのヒロインと結婚するの結婚式があるんだけど、はいはいはい、そこになんで乗りつけてくるかとオートジャイロで降りてくるでヒロインをそこからさらうとはい、ヒロインそこから逃げ出すというシーンがあって、ま、全くあのそのそれも絶対見てはるはずですあのそれもカリオストの主要 の、 あのあそのイメージを作っていてもちろんそれはそのままやるんじゃなくてっていうことはあるんですそこがあの彼の天才の見せ所なんですけどね、はい、でそういうことであのあのもしも何か作りたいなと思ったらなんかこれはお医者じゃないからダメだとか思わずにあなたが好きな映画をいっぺん作っちゃえばいいと思います、うんね、まるまる同じだろこの問題でもね、うんうんうん、ただ、この時に応じないという出し方っていうのが一つあって、うん、それはあなたがなぜその映画を好きなのかこれが応じないです、うん、あのいろんな映画さっきカリオストロ言ったんですよね私が好きなカリオストロと子供たちが好きなカリオストロ全然違うんですよ、うん、話してるとでいろんな人がカリオストロの人を好きだというのは、うん、私の見方じゃない見方があって、うん、話してるとすごい楽しいじゃないですか、うんうん、ただあなたが見てて悲しく感想するここが面白いんだっていうところは人と違うはずです、うんうん、これを応じないって言ったんですわかりますあのでそれをパクるかパクってきちゃってもいいんだけれどもじゃあそのパクり方であなたが面白いと思うところに削ぎ落とすんです、うんうん、まんま丸々全部やろうとしちゃダメ、はい、あなたが面白いところだけをやればいいとそうするとあなたのオリジナリティになるそれを見た人はあもちろん影響をみんな感じると思うんですけど、はいはい、宮崎駿がそのさっき言ったローマの休日とか、はい、ハリオンで行くか見て素晴らしいと思ったところは私たちはそれ見てもえそこそうだったあカリウスみたいなあそういう見方をしたんだと私はショックを受けたりしたんで、はい、あだからそこの辺がオリジナリティの作り方でございますだから一遍あなたが、まあ、特に最初は、ね、難しいのであなたが好きな映画を真似してみましょうよ全然それでいいと思いますでそれで文句言われてパクリだと言われるかもしれないただパクリだとえ気がつかないんだっていうことも出てきますあなるほど、ね、それこそがオリジナリティで作るところでございます、はい第2回はこれで終わりますちょっとまた今回も喋りすぎて、ディレクターの方がちょっとや怖い顔をされてたような気もしないではないですか恐縮してます、はいまあ、あのまた来週もよろしくお願いいたします、うん、ありがとうございましたはい、ありがとうございました。お疲れ様です。面白かったですよね。はい。まあまあ三回あのコーナーが終わりました。三つのコーナー終わりました。はい。大体30分ぐらいになっているんですね。はい、30分後でございます。はい。ああ、まあまあ2回目で放送になんとか2回目も無事終わったような気がいたします。はい。お勉強になりましたでしょうか。はい、もちろん。はい。来週も楽しみですね、はい、はい、またよかったら来週も見てやってくださいませ、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、どうぞまた来週、はい、週間準備にいてください。